さあ、このビームね、まだまだ試していきますが、以前はね、アーケイン、そして、今パラディに変えてやってみたと。で、まあ、3つのビームを使いながら、まあ、出るかちょっとさておきですけど、これに合うスキル、まあ、つまり前方、まあ、魔法だとちょっと合わないんですけど、ね、発射体なんじゃないかなと。ね、弓スナイパーショットとかあるし、あとはあんま覚えてないですけど、その辺で前方のねタグをもっと活かしたいなと。って考えた時に、前方の強化をするには青を捨てないといけないので、あまりね、ああいう炎とかは気にせずに、レインアローは違うか。前方で前方、でクリティカル残すんで、こういうとこね、ちょい最初はつけようかな。早めにつけて消してしまいたいってとこあるけど、ブロック力なんてあれいくらつけてもね、そんなすごい効果にならないんでね、ちょっと次消しちゃってもいいですけど、前方しかなければ、まあ属性はね他ありますけど、前方が出るはずだと。まあ前方以外のちょっと発射台とかも出そうであるけど、とにかく前方でこそ輝くような構成にすればね、必然的に生きてくるんじゃないかなと。マジックミサイルも当然前方だし、ね、何の意味入れようかなって、まあ何が出るかなっていうと、レインアロー1個あったんで、その時点でもうね少し使ってますけど、まあ、これもこれもぜ、あーあこれあいいねいいね、毒毒毒ですね。で範囲のこう、あ範囲もいいですね、ビーム範囲、範囲を生かしていく。範囲は紫が多いから、その辺でいけば、範囲さっき何上がった？範囲か、範囲の範囲か。じゃあこれじゃないな、これかな。まあまあすぐはね出ないですから。ここはクリティカルダメージではないか。プレミンタス弱点、移動が遅い、致命的です。今でライトビームでまあ揃ったと。もうチャクラム行くしかなくないって言ったよね今ね。これは何を消せば変わってくるかな。さあビームってちなみに何気にね、こう見てると限界点がね近いんですよね。あ、来た、前方のダメージ。これ全部が上がれるようにすればいいと。全部が全部が。で、ボルタ全部前方ではないんだよね。今の場合、ファイヤー。で、前方のダメージ。来た来た来た。で、ライトニングビームのダメージ。今のだけで前方のダメージ 80% 伸びていると。おぞましい成長率です。前方、前方のみよ。ラー、稲妻。稲妻あれか。本当に前方のやつか。破滅は与えれないね。今は与えれてると思うけど。それが前方ではないから。一応マルチ連鎖もあるんでね。前方のマルチ。ありましたっけと。極力かわしたくないな。さあいいのかな、殴ってこっち無謀だぞ、後悔するぞと。
ちょっと体力減りすぎた。チャクラも強いのかな。あんま使わないけど。バニッシュなんかするものがないな。ブロック防御かな。防御まだ早い気するんだけど、ブロックはアーケインにしようかな。ちょっとここはマルチにしよう。さあどうだ、強い。前方、前方しかないからね。怖いビルドであるけど、さあノーバニッシュ。何も出ないんじゃないかなと。まず毒を何々とかは活かせる。あ、シャドウ部か。ただ出づらくなってるね。いろいろと。あ、いいね、いいね、いいね。クリティカルが活かせるのかな。まあ、活かせるようにしてるからね。まあ、でもクリティカル関係出ないですね、僕も。でも HP 消すのはなんか攻めすぎだよな。というとこで。あ、いいね、いいね、クリティカルダメージ。率欲しいんだけどね、どちらかというと。前方もっと出てほしいなと。これバニッシュ。さあちょっと、あ、マルチもいないんだけど、頻度でどん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 頻度とマルチは同じですから、トレードオフないですから、どちらもないと。めまいでやけど、あ、いいですね、ライトニングビームがね、与えますから。さあビーム返し。まあここはちょ、これ消すかも。あれ消せばもう速度下がんないからね。これ一回いいの引けばもう出さなくていいか。ね。まあ、ダメージの急上昇は他で補えると思うんで、こういうとこね、いいんじゃないですかと。これで青が、移動もちょっともう引きたくないですね。もうブロックいらない。経験値もいらないと。ここで青が出やすくなるはず。青、青というか、まあ、青で、狙ったところがってか、もう、なんかもう死んでるじゃん、ほとんど。よく見たら。魔法、そこは魔法じゃないのか。まあまあ、さあ無謀に生かすビルドなんで体力を上げていってと、まあ、前方なんでどうしてもね、隙だらけですから、後ろとか。これ、まあ、消さんでもいいか。ビームずっとね、何かしら出てるんで、なんかビームの頻度はどうでもいいんじゃないかなって思っちゃうね。まあでも関係あるらしいと。まあ DPS とか見ると。結構その辺なんじゃないのっていうところで。チャクラも強いのかな。ね、今で魔法前方に変えれたらだいぶ変わってくるか。まあでも、発射体発射体とはだけど。アーケインじゃない、このアーケインパワーか。これを消せばってないけど、持続でもあるからバフもね、強くなっちゃうから。アーケインね、マルチ消すのっていうところで、もうちょっとマルチが出てくんないと。てか弓、あ、そんな出てるかな ?2 個くらいしか覚えがないんだけど。弓ってはなんかね、普通に弱体化ショット的なやつもあるし。結構拡散する前方、前方なのかな、弓が前方であるかっていうのはあんま
とか気にしなかったけど、あ、結構ね、ただまっすぐじゃないっていうところもあるはずなんで、そこに期待かなって思ったんだけど、行って、思ったよりないのかな。ブレードチャクラもこれで出なかったら、ね、発射体邪魔でしかないんだけど、いや、やっぱもうあれだね、アーケンの時もそうだけど出ないもんですね。まあ、そもそもスキルが増えちゃってるのもあるんだろうけど、でもチャクラも結構マルチ効いてるっぽいからね、二酸化ついてるんで、どうですか、これ戻ってくる系って結構ダメージ出るはずでね、まあ頻度はちょっと低いけど、結局ビームかなあ、でもドッグだけなんだもんね。あ、でも腐敗か、腐敗はね近くの敵に拡散するからもしかしたらって感じするけど、その腐敗のダメージ乗ってくるかな、ね、拡散したその腐敗のダメージはチャクラムのものなのか、それ結構 DPS 変わりそうよ。うわ、来た、スプリットショット発射体は前方ではあるで物理だと、いや、まあ行くか、ここちょっとすごい弱くなりするけど、前方ですからね。で、弓の場合ビームと違って多分その詰まる理由がないからね、貫通するというか、その点で結構期待できるんじゃないですかと、まあ、ビームの弱点を補っているスキルがある種マジックミサイルであるんですが、弓もねそこに効いてくるはずだと期待を込めて、で弓物理なんで、いた、あ、やられた、足が遅いんだな。そういう意味がね、物理なんで、自分強化とか合いそうだけど、まあ、バフが入らんか。なんかもう速度低下か、食らってるね速度低下並みに遅いなと思ったら食らってましたね。エレメンタルしてやっぱ移動がな、体力がその分ね、あったりゴーグル変えればいいんですけど、ただ足の遅い魔法使いなんでね、まあ、前方の範囲、案外範囲は大事だったりするんでね、多分チャクラムでかくなってるんだよね、でかいやつが帰ってくるんで、それはそれで大きいはず。ちょっと離れてもね、これいいんで、ああいうちょっとね苦手なパラディンとか位置さえ分かってれば問題ないかなと。あ、でもまああれか、10分超えてんのか、攻めないといけないね。これ多分範囲の問題ですよね。ボスにはね強いと思うんですよ。雑魚をなんか一気に倒せるかっていうとね、いっぱいちょっとその点で多分弱いのかな。この辺ほらすぐ倒れるんですけど、ね、ボスがいない時間が長かったかな。どうだ、いやでも最後の方出てきたから DPS 高いんじゃないの。ライトビームが、あ、じゃあライトニングビームが一番出てるか。チャクラム、チャクラムがひどそうだぞとあ、でも1万あるね。さあ入れてきた発射体は1万、この1万1000ゾーン多いな。